ただいま。やっていきましょう。道のく人恋物語回、やっていきましょう。言えた。やっていきましょう。ということで、ときこちゃんは泣かせておきました。泣け、ときこ。ということで、やっておきました。いきましょう。ここはちょっとね、はい。さあ、残り6箇所。狐の図書って書いてある。ここからの眺めは綺麗だね。ここはどんなところなんですか？待って、そこの石踏みに書いてある、狐の石書だって。狐の石書って何なのかしら？なるほどね。ああ、自分ばっかり分かってないで、教えてくださいよ。昔、遠野は内陸の土地と沿岸、海岸沿いの土地の間にあって、山と海の物産の分配集積地だったんだって。内陸と、そういうこと？つまり山地の人と海辺の人たちが遠野にやってきてはそれぞれの産物を取引して国に帰っていったのか。昔って相当昔か。それそんな事情から遠野では自然と馬を使った産業、つまり馬での輸送業が盛んになったんだ。なるほどね。陸地地形の問題、昔って言ってるあたりから考えて相当昔なのか。これだからこそ遠野には馬にまつわる民話が多いわけだけど、馬で山越えをするとなると今みたいに遠くへ運べないだろ、早く運べないだろ、となると当然山の中で夜になったりすることもあったと思うんだけど、昔は狐とか狸とかがたくさんいて、化かされたなんていうことも本気で信じていたんだろうね。そもそも狐とか狸が人を化かすっていうのはどこから来てるんだろうね。あれぐらいの大きさの小動物って別に他にもたくさんいるとは思うんだけどね。犬とか猫とかだってそうだし。なのになぜあの2匹だけ化かすっていう伝承がなんかこう全国に間違いなく残ってるんだろうね。なんだろう、どういうのが発祥なんだろう。まあ実際にあったのかどうかは別として、ここはそんな馬引きたちが通ったところで、昔はよくこういうところで狐に化かされて大事な荷物を盗まれてしまったって書いてあるよ。それで狐の石書なんていうのね。すごく面白いわ、その話。やっぱり遠野に来てよかった。でもこんなに楽しいのは隣にゆうやさんがいてくれるからね。おだてるなよ、何も出ないぞ。仕方ないな、なんか美味しいもの食べに行こっか、おごっちゃるぞ。いろいろ出てきそうだな。もうせっかく褒めてるのに素直じゃないな。いきなりそんなことを言うからびっくりしたじゃないか。もうなるほどね。さあ狐のスタイルになってくれないか。昔のデジタルカメラは本当にこういうフォーカスのなんか値というかあれが出てたのかな。あ、ここ一箇所だけか。はい、基金の石踏み、お墓みたいな石が立っていますけど、何でしょう。お墓？どれどれ？ああ、なるほど。確かにお墓みたいなものかもしれないな。ここを見てごらん。基金の石分。遠野は山間の盆地だからね。昔は頻繁にこの辺りを基金が襲ったらしい。一番被害が大きかった、なんて読む？宝暦。1755年から6年の間には、の時には、領内の3分の1に当たる人が餓死して、大災害だね。その供養のために建てられたのが、この石踏みだと書いてあるよ。餓死者、そんなことがあった。でも生きていくのでさえ、そんなに辛い土地なのに、どうして人たちは暮らしたのかしら。多分、苦しさと喜びは、背中合わせにあるものだということを知っていたからかもしれないな。まあ、表裏一体だよね。世の中の物事は、まあ、裏も表もないんだよね。一体なんですよね。苦しさと喜びは背中合わせ。ああ、トリカちゃんは遠野に来た時に素敵なところだと感じただろう。ええ。でもそれはこの土地の自然や暮らしが時として厳しい一面を持っているからじゃないの。
かな。厳しい冬があって雪解けの春が来て、短くて切ない夏が過ぎた後には素晴らしい秋が来て、やがてまた冬が来る。そんな季節の訪れる土地で一生懸命に生きてる人たちがいる土地だからこそ、俺やトキコちゃんが惹かれてやまない何かがあるんだと思うよ。苦しさと喜びや背中合わせか。もし本当にそうだったらいいですね。ああ、なんかあれ、苦しさ抱えてる人っぽい。トキコちゃんなんか事情的に苦しさ抱えてるからそういう言い方してるっぽい。どうした？トキコ。え？ユウヤさんって詩人ですね。そう。割と風来機といい、このゲームといい、ユウヤといい、詩人。ポエマーな気はするけどな。そうですよ。だって私の知っている男の子で、そんなことを考える人いないですもん。それに勉強家だし、それ、中尊寺からずっとつけてますよね。やっぱカンニングしてんのかな、これ。甘チョコなんだっけ？甘チョコ？ちょ、調べなきゃな。え？ああ、このノートかい。このノートはデスノートって言ってね、名前を書くとその人間を自由に操れるが、最終的に死んじゃうけど。システムノート。システムノートは、そう。やっぱり、その被写体のバックボーンになるものを知っているのと知らないのとでは、被写体の扱いが変わってくるからね。ああ、そうだね。これは、写真家とかカメラマンじゃなくてもそうかもしれないね、やっぱり。その背景にあるものを知ってるかどうかとかさ、ね、その、物事を知ってるかどうか。で、見方はだいぶ変わってくるからね。写し方とかも変わってくるんだよね。そう思うね。ワールドエンドヘブンとか、チェンジザワールドとか、エターナルデイズとか、の曲を聴いてるとそう思うね。そういうものなんですか？あら、どうかした？そのシステム手帳、お父さんが使っていたものと同じだわ。ああ、まあ、一般的に売ってるやつでしょ。そうだ。まあ、同じものはたくさんあるだろうけどね。あるだろうけど、偶然だね。偶然なのかな、これ。ぷっこちゃんのお父さんと、ゆうやのお父さんは同じとかいう展開ないよね。そういう展開ないよね。同じ人とか。義兄弟？義兄弟つか血の繋がった兄弟？ないよね、さすがに。ほんと。すごい偶然。いや、なんか気になること言ってきてるなぁ。やばいなぁ。ドメカノが始まる？いや、ドメカノは違うけど。再婚だけど。ヒダはもう、いるからいいけど。これからどうしましょうか。ルイもいるわ。黒逃げだったからなんだっけ。ルイもいるわ。よし、ここで写真を撮ろう。モニカで。ああ、このスタイルね。このスタイルになるとちょっとなんかね、顔つきが違って見えるんだよね。もう一枚いける？ダメか。あ、もう一箇所ある。おー！これ何？今ののんびりとした風景からは、昔の悲劇なんて想像がつきませんね。あ、それだけ？微妙。ポージング的には微妙。カメラ見てないのはいいんだけどね。やっぱ両手広げてるポーズと、こう、なんか後ろに隠れてるとか寄りかかってるとか、そういうポーズが素敵だな。水車。道ないのにこんなとこまで行く。あ、水車だわ。実際にまだ使ってる水車っぽいね。近くで見てもいい？じゃあ近くに行こうか。あ、水車映してくれない。もう一枚撮られたかな。二枚目ありそうかな、こんな感じだと。移動で奥に行かないとダメ、それと。ダメか。え、これ実際に使ってる水車？すごいですね。本当に動いてますよ。え、これ動いてんの？え、どういう状況？え、家の中入ってるけど、俺の水車のイメージと違う。青森にはないの？ないですよ、水車なんて。凍っちゃうのかな？あら、この足元に落ちているの、栗ですよ、イガ栗。こんなにたくさん。あ、本当だ、なんか足元にいっぱいなんか落ちてるね。茶色いやつ。あ、じゃあそこの左に生えてる木が栗の木だな。本当だ、なんか上に若干茶色いのついてる。遠野の秋って、豊穣の秋だね。そうだね。水車に限定の写真が出る。ああ、そういうわけではないの。あ、
ちょっとお待ちください。ナイスだね。ないね。はい、やってこう。はい、撮影。でももう一枚あるよね、すでに。ああ、こっちね、ちょっと近づいた感じ、ね。あ、なんか来た。重そうとか言って。そう、別に構わないね。なんか重そうって言ったね。バックログがないのが辛いな。もうないんだよね。後で説明書もう一回見とこう。ここも。ここか。秋の空と水車小屋ってよく似合いますよね。プラス女の子みたいな。秋の空、うん。こんな素敵な旅に連れてきてくれたゆうやさんに感謝しなくちゃ。俺もときこちゃんには感謝してるよ。だから一緒に婚約しようぜ。俺一人じゃこんなに素晴らしい旅にはならなかっただろうな。ありがとう。私もゆうやさんと知り合えて本当によかったわ。私、この旅の思い出は一生忘れないと思う。なんだろうね。なんかやっぱ、このまま死んでいってしまうみたいな感じの雰囲気がときこちゃんあるんだよな。なんだろう。え？なんか、さあ、もう、恋と嘘の高崎さん感がある感じがあるんだよな。うん、この思い出だけで70年あと生きていけるみたいなこと言いそうだもん。俺も、君のことは。あのさ、何？いや、なんでもないんだ。そろそろ行こうか。はい。なんか抱えてんだよな。病気とかじゃないよね、まさか。そんなんじゃないよね。平気そうには見えるけどな。実家のこと対人関係でいいんだよね。対人関係ぐらいしといてほしいけどな。病気とか重いもの抱えてると、ちょっと辛いな。はい、カッパ、サック。あれこれだから、こそかったもん。もう言ってなかった。あら、かわいいお寺。ここには何があるんですか？カッパがいるのさ。嘘ほんとさ、川の柵に沈んで、かわいい女の子が来たら、パクッとこう、なんか脅かしてんな。って、トキコちゃん脅かしてんな。やだ、ゆめさん。それじゃあ、ただの痴漢ですよ。まあね。これ痴漢、エロガッパっていうぐらいなら痴漢かもしれないな。痴漢はひどいな。でも、このお寺の脇を流れる川に、カッパの親子が住んでいたのは本当なんだぜ。本当？本当さ、見たい。見たい見たい。実は俺がそのカッパだって言ったら驚く。OK、レッツゴー。レッツゴー。ジェイマシン、マッツ、レッツゴー。なんかそんな感じで応援してた、イルカさんの出発の掛け声を応援してた。いい声してたよな、松岡。本当関係ない話をするな。じゃーん、ここの川がカッパの住む川です。なんかトキコちゃんカッパして川の上に立ってない？大丈夫？また水面に立ってない？どう？感想は。カッパって手のひらサイズでしたっけ？そうそう、手のひらに乗せて遊ぶと喉を膨らませたりして結構可愛いんだよね。とカエルじゃね？ぴょんぴょん跳ねるのも可愛いし、カエル。それはカエルでしょうが。ってボケないでくださいよ。いやー、トキコちゃんが最初に鋭いツッコミを入れたんじゃないの？でも、やっぱり君も17歳らしい表情をするんだね。ツッコミはなんか17歳っぽくないようなんていうか。ゆうやさんに会わせたらこうなっちゃったんです。なんか、初めの頃より明るくなってきたような気がするな。確かに。初めの頃なんかミステリアスな女みたいな感じだったもんな。なんかいろいろ、なんか悲しげな顔してたしね。やっぱり17歳はこうでなくっちゃ。いい感じだ。ところで、本当にここがその川、なんですか？船しか住めないくらいの小川なんですけど。まあまあ、もう少し先に行けばわかるから、ね。なんか、怪しいとこに連れ込もうとしてるような感じだな。大丈夫か、ときこちゃん。警戒した方がいいぞ、この男。狼だぞ。俺の中のビーストが騒ぐのよ。ああ、そのスタイルね。先輩。ここがカッパ柵と呼ばれるところだよ。まあさっきよりは幾分か広くなっているけど、それにしたってカッパが住むには無理があるんじゃないですか？そうだね。
まあ、河口伝承があったのは何百年も前の話だからね。その間に川が小さくなっちゃったんだね。その伝承ってどんな話なんですか？冷静に考えると、河童って生き物が昔いて、それが何らかの理由で絶滅したって可能性も別に全然あるんだよね。伝説の生き物っていうよりは。まあ、遺体が出てこないのも、まあ、別に全部が全部化石とかミイラになるわけじゃないからあり得るしな。そういう可能性だって全然あるんだよね、カッパとかって。なんか幻の生き物とか、そういうわけではなくて。カッパってどんな妖怪か知ってる？頭にお皿があって、そこが弱点なんでしょ？割っちゃえば一撃よ。それで水に住んでいて、人や獣にいたずらしたりするんですよね。そうそう。でも単なるいたずらばかりじゃないんだな。カッパは生き物を水に引きずり込んで溺れさせて、お尻からシリコ玉っていう肝を抜いて殺して食べちゃう怖い一面も持っているんだ。昔は馬や子供が川で溺れるとカッパのせいにされたんだよ。とばっちりだな。でね、ここに住んでいたカッパなんだけど、ある日馬飼いの子供が馬を川で冷やしに来た時に、馬の肝を取ろうとして馬の尻尾を掴んだままではよかったんだけど、それに驚いた馬がカッパを引きずったまま河原に逃げてしまったものだから、カッパは大勢の村人に見つかっちゃってね、話せばいい、危うく殺されかかっているところをお寺の住職さんに助けられて、二度と肝を抜かないと誓って家族のカッパの元へ返してもらったんだって。それからしばらくしてそのお寺がぼやになった時のこと、住職は慌てて村の衆を呼びに行ったんだけど、火の勢いが強くてお寺はみんなが来る前に燃え落ちてしまいそうだったんだ。だけど住職と村人がお寺についてみると、火はすっかり消えていて、消されていて、あたり一面が水浸しの状態だったんだって。そして地面には大きいのから小さいのまでいっぱいカッパの足跡がついていたそうだよ。じゃあそのカッパが火事を消してくれたのね。カッパの恩返し。ああ。以来住職はカッパに感謝の心を込めて、境内にカッパのお皿のある狛犬を建立したんだって。カッパのお皿がある狛犬見てみたわ。そうなんだ。だから遠野ではカッパがみんなに親しまれているんだね。見てみたい。映るかな、写真に。ある、ここら辺に。もう一枚いける。カッパの狛犬あるかな。どう、あ、ありそう。写してくれるわけじゃない。あー、でも綺麗な川だな。いいね。あ、これなかなかいい絵だね。もう一枚いける。ダメか。なるほどね。おっと、分かれた。左行こうか。あ、これ？狛犬か？こっちは？お堂みたいだけど、中には旅の雑記帳でいい？が置いてあるよ。本当だ。みんなここで遠野のカッパに会いに来たのね。なんかいろいろ旅の来たことを記すってことだね。好きに記していいよって。あれ？取れない。あ、取れないな。残念。あー、なんかあれかな。取っちゃいけない。写真撮ってんだ、はい。カッパに餌を与えないでくださいかな。あー、見てカッパに餌を与えないでくださいだって本当にカッパが住んでるみたいね。うん、なんかこういうところが遠野の人があったかいってか、あったかいよね。そうだね。あー、ここも取れない。なんだろう、そんなに取れなくする必要ある。楽しかった、素敵だった。ちょっぴり怖いところとほっとする温かい気持ちになれるのが遠野の魅力の秘密なのね。さて次はどうしようか。うん、割と写真の消費量が今のところ少ないな。だいたい1パートで20枚使い切るぐらいなイメージだったんだけど、そんなにではない。おお、でも2回目いく。結構2回目撮るとこ多いね。あー、いいねこれ、背景が素敵ね。なんかコントラストがいい感じ。ほんと嬉しい。いい絵なんだ、絵になるようになってきたとか言ったから。バックログがやっぱどうしても欲しいな。ついボタンを押しちゃうときが多いから。ここもどうするんで、あ、これ入り口か。入り口か。一応取れる。ダメか。コマンドが復活したから、あれかな。はい。じゃあ、もう一箇所ぐらい行こうか。もう二箇所行きたいんだけど、時間的にもう一箇所ぐらいかな。ここはどこ？少し風が出てきましたよ。風が。変わった。タクト！違うか。思い出しちゃった。東野に来たら、一度はここに来てみたかったんだ。ここはどこなんです？教えてくれない？
ねえこれ。なんていうの、おいす、違うな。なんとか捨てやばさ。孫、違う、孫じゃないよ。ババアでもない。その昔、農民たちが生活に困って、働けない老人たち、わってる老人たちをこの山に捨てていってましたさ。ほら、ここに書いてある。怖ぁ。貧しい農家の老人は60歳を過ぎると、この山に置き去りにされて捨てられたんだ。捨てられた老人は同様に捨てられた老人たちと、ここで肩を寄せ合うようにして暮らし、昼は里に降りて農作業を手伝っては、わずかばかりの食料を手に入れて、その日の命をつなぎ、夜は仲間に見守りながら、誰かに、静かに、死が訪れるのを待ったんだ。話には聞いていたけど、実際にその場所に来てみると、なんだか悲しくなってきちゃう。ごめん、トリコちゃん。嫌な思いをさせたくて、ここに来たわけじゃないんだ。追い捨て山でいいのかな、これ。バーステ山でさ、日本の歩んできた歴史の悲しみが凝縮されている気がするんだよ。まあ、口減らしなんだろうね。自分を励ますためにもこの場所に来て、辛く苦しい思いを耐えた昔の人に叱ってもらいたかったのかもしれないな。これさ、まあ仕方がなかったんだと思うんだけどさ、状況的に捨てる方も苦しかったよね。自分のだって両親でしょ、言うてきついよ。叱ってもらいたかったのかもしれないな。親父や母さんが俺を心配してくれるのはとてもよくわかるし、後継ぎがいないのも確かだけど、弟子いっぱいいるんじゃない。俺は俺の夢を諦められない。夢を追い求めるのは俺のエゴなんだろうか。ゆうやさん、何か悩みでもあるんですか。いや、これは俺の問題だから。そっか、教えてないのか、実家のこと。少し寒くなってきたね、戻ろうか。なるほどね。そっか、確かに悲しみというか、そういうものがあるね。仕方がなかったとはいえ、誰も彼も喜んでそんなことをしたわけじゃないからね。あ、ゆうやさん、あの橋のたもとのところ。息子が母親を捨てに行く図だね。私の見る遠野の町は、稲穂が金色に輝いていて、金色に輝いていて、とても幸せそうなのに。それでも、みんな懸命に生きていたんだよ。遠野の民間伝承には、悲しい歴史の伝承もあるのに。忘れないようにするためっていうところなんだろうね。今のこのね、ものが溢れてるとか、少なくとも、大半の人は食うに困らない世の中に日本になったけど、いつそれがひっくり返っても別に何ら不思議ではないことだからね。もう一箇所行こっか。時間的にちょっと長くなっちゃうと思うけど。ここは、塔の三山の一つ。早池峰山への古参道の跡だ。すごいのね。この鳥居なんてほとんど朽ちてるよ。参道なの？え、鳥居って後ろのあれじゃないの？鳥居見えてないのは。早池峰山は岩手の代表的な霊山だから、霊山なんだ。昔はこの道で早池峰山に登ったんじゃないかな。ああ。なんかね、母親がね、恐山とか行ったっぽいんですけど、友達と。やっぱなんかね、不思議なものがある気がするって言ってた。別に入れ替わる母親ではないんだけど。言ってたね。なんか撮った写真もなんかオーブみたいに写ってたような気もしたけど。日本にもこんな庶民的な歴史の遺産が残っていたのね。なんだか嬉しいわ。こんなところで写真撮るとなんか写りそうね。こんなところでって言い方広いか。ああ、ここまでにしておきましょう。おお、なんかセリフ違った。疲れちゃったって言ったら。若干いろいろセリフが違うんだよね、たまに。おお、何これ。安全太郎。安全太郎。わあ、何これ、変なの、でも可愛い。交通安全って書いてあるわ。お守りかしら。ん、カッパじゃないのかこれ。あ、ほんとだ、頭の上にお皿があるわ。やん、可愛い。ほんと女子高生っぽい反応する時もあるな。目が三白眼なところが可愛い。ところがイカスよ。三白眼っていうの、こういうの。シャリンガンとどっちが多いかな、万華鏡シャリンガンと。なんかちょっとゆうやさんに似てると思わない、ね、こんな感じだと俺。どこが
ほら、その顔、似てるんだもん。エロガッパって言ってんのか、エロガッパって言ってんのか、トキコ。じゃあ。エロガッパ扱いされちゃったな。ああ、ちょっと気にしたポージング感があるね、位置が。配置が、そんな感じだね。一応隠さないように気使ってくれるときと前面に出てくるときとあるんだけど。なんなんだろうね。あ、2枚目。ああ、これは可愛い。こぼれみトキコ、怖いね。怖い。ああ、君に見つめられると、バインダー越しに。逆にこっちの心を見透かされてるような気がするよ。なんかいい感じで言うな。逆にっていう言い方をしてる時点で、ファインダー越しに俺はトキコちゃんの心を見透かしてるのかな。見えちゃってスケスケだぜ。何を考えてたんです。え、それは内緒。なんか見透かされてる気がするね。ああ、疲れちゃった。これで終わりかな。まだここ、あ、じゃあここ取ったな。はい、じゃあこれで一旦休憩しようかな。はい、じゃあここで一旦休憩しようと思います。ありがとうございました。ありがとうねー。